あ、乗りますか？どこに行きますか？お安いご用です。お待たせしました。ふう、あっという間に着いたけど、確かこっちが参道外れにある遺跡に通じている道だったかな。ええ、そうですね。この先はこのまま徒歩で行った方がいいと思います。ま、準備ができてんなら早速行ってみようぜ。ですね。はあ、幽霊の出る遺跡だなんて。ううん、そんなのいるはずないわ。見かけるぞ。あたしの番ですね。ここだ。ボコるぞ。ま、こんなもんかね。修正功、いくぞ。チャンスです。セパ、これが俺たちの力だ。ふう、やっと着いたか。しかし前に来た時に比べるとやたらと薄暗い感じだな。ええ、前に来た時はこんなもやは出てなかったのに。で、この遺跡の中に幽霊が出るってわけだな。ええ、幽霊というか得体の知れない魔獣ですけど。ティオちゃん、何か感じる？何か不思議な波動のようなものを感じます。ただの空気振動？それとも霊的なもの？不思議な波動？ええ、前に来た時には感じなかったんですけど、どうやら屋上に見えている鐘のあたりから感じられます。そういえばこの遺跡も星見の塔みたいに屋上に鐘楼があるみたいね。ああ、そうみたいだな。クロスベルの中央広場にあるのと同じような鐘みたいだけど。なんか関係あんのかね。今回は一通り内部を探索するのが目的ですが、とりあえずの目標地点としてあの鐘楼まで行ってみませんか？ティオちゃんの言ってたことも確認してみたいですし。ああ、依存はないよ。それじゃ、早速中に入るとしようか。わかったわ。了解です。そんじゃま、幽霊ってのにご対面といきますかね。だから幽霊じゃなくて、得体の知れない魔獣だってば。ねえ、ノエルさん。まあ。そんなに怖いんだったら、無理しなきゃいいのに。
ここはどうやら礼拝堂みたいだけど、古い記録によると中世の僧院跡みたいですね。月の僧院、あの星見の塔や古戦場の奥にある城塞と同時代のものらしいですけど。ということは500年くらい前の遺跡ね。激しい戦乱の時代でもあった頃だけど。これは鐘の音。あ、来ます。ビビってる暇はねえ。来るぞ。もらったぜ。任せてくれ。行くぜ。私の番ね。はい、はい、俺の番だな。あたしの番だ。任せろ。おととい来やがれってな。ふう、なんとか片付けたか。エリー、大丈夫か。なんとか。それよりも今のはもろに亡霊だったな。気色悪い光と一緒に消えていきやがったし。それとやはり上位三属性がはっきりと働いていましたね。どうやら何らかの理由でこの遺跡は霊的な場になっているのかもしれません。霊的な場か。そういえばさっき屋上の鐘が鳴ってましたけど、まさか鳴らしていたのは幽霊。ストップ、ノエルさん。多分風で鳴っただけよ。ええ、そうに決まってるわ。お嬢、必死だな。気持ちは分からなくないけど、いずれにせよ今の戦力ならなんとか探索することはできそうだ。総長、このまま先に進むかい。ええ、お願いします。行くしかないみたいね。まあこちらの攻撃が通じるだけマシではないかと。やれやれ、とんだホラーハウス巡りになりそうな気がしてきたぜ。バックを取られた。気をつけろ。
よし次はよしやっと行きますそこ。これで一安心ですね。上出来だ。
畳みかけるぞ。俺の番だな。ストー行くぜ。男生きやがれってな。奇襲成功。よし。チャンスです。私のミア。これで一安心ですね。もらったぜ。よし、やっ、さてと、はい、行きます。やー、任せろ。はっ、俺の番だな。やっ、まだまだいける。よし、上げていこうぜ。任せろ。はい、あたしの番ですね。そこだ。はい、よっしゃ。よし、やった。まだまだいける。
よし、一気に行くぞ。やっと行きます。そこ俺の番だな。はっ、私の番ね。そこ行きます。そこ任せてくれ。ストン、よっしゃぜ。ちょろいぜ。成功。俺の番だ。はい、そこ。これで一安心ですね。はい、よし、一気に行くぞ。今で全火力集中してください。これで一安心ですね。負けられない。よっしゃ。ちょろいぜ。そこ。よし、一気に行くぞ。よし、上出来だ。さあ、かかってきなさい。私の番ね。はい、行くぞ。行きます。よし、よっしゃ。成功。チャンスです。俺の番だな。よし、任せろ。おととい来やがれ。
ってな。よーし、皆さんお疲れ様でした。